田中さん、まさかのアンケートまたありがとうございます。まあ LINE の方でいただいて、そのなんか解決したみたいなね、いただいてましたけども、そう、まあ結論ですね、やりましょうそう結論やりましょう。もう見るよりやるしかないですね。まあもちろんもう今あの知識としていろいろとね、あの勉強することも必要なんですけど、もうやるしかないですから。僕もだいぶやってると思うんですけど、はい、僕もやってる方だと思いますね。本当に自分で言うのもなんですけど、結構このアンケートの動画も多分合計で言うと、みんなの撮ってると2時間3時間ぐらいになると思うんで、3時間ずっと一人一人にこのアンケートに対してこう回答してるっていう、だいぶやってますね。まあでもサラリーマンの方もね、会社で8時間9時間働きますからあれですけど、やりましょうって感じですかね。はい、そう、まあここにその吉谷さんの動画を見るだけになってしまったっていうね、そう、インプットが一番楽なのにそこで逃げてる自分がいました。もう自分で分かってるじゃないですか。自分で分かってるんで、そこ乗り切りましょう。自分でもうその逃げている自分が いるっていうことがね、楽ですよ。だって動画ってこう押してみたら楽じゃないですか、はい、夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だですから、もう逃げてるからは稼げないですよね、頑張りましょう。そう、そのクソプライ、クソみたいなプライドは便所に流して、プラウドを持ちましょう。プラウド、クソみたいなプライドは便所で流して、プラウドを持ちましょう。プラウド、プライドからプラウドですよ、はい、40代のポンコツが思考を変えるために必要なこと40代のポンコツが、いやポンコツじゃないですよ。だって鷲津さんだって47ぐらいから始めましたよ、ネットビジネス。46とか7だから、多分まあね、40代であるならば変わんないと思うんで、多分ね、あれ捨てることですね。思考を変えるんじゃなくて、まず捨てること、捨てる勇気ですね。要は鷲津さんがなぜその46、7でその仮面かぶってね、こうやって1年で1800万ぐらい副業でですよ、副業でこうサラリーマンやりながらその稼げるようになったのかっていうと、本当素直にやっていただいただけなんですよ。素直にアウトプットをし続けた結果なんですけど、じゃあこれなんでこれできないのかっていうと、その僕も年配の方とか、まあ、もういろんな方に教えてますけど、やっぱ今までの価値観の形成が邪魔をするんですよね。だから、そのだからなんで大学、あの大手企業、一流企業っていうのは新卒を雇うのかっていうと、まだその価値観が形成されたリフレッシュの新卒を育てた方が後々その会社のその戦士になりやす、育てやすいから新卒を雇うわけなんですよ。なぜ新卒雇うのと、リスクもあるし大変なのに、ね、辞めてくリスクもあるわけじゃないですか。でしかも初心者をなんで雇うのって話で、だけどそのうぶな脳の中にその企業のね、その営業理念とか理念をもう叩き込みやすいからですよね。だから若い子を入れるんですよね。だからその年齢とともにその今までの経験とかその価値観っていうのがもうかっちり固まってるんで、それをやっぱ破壊していく、捨てるっていうことがまず、変えるより捨てるですね。変えるより捨てる、フラットにして、新しい情報っていうのを入れていくっていうのはいいと思いますね。はい、そう、だからここでも書いていただいてますけど、クソのプライドを捨ててっていう、なんだろうな、結局自分の何かが邪魔してるんですよね。僕のマインドセットとしては、まあこれはねありがたかったんですけど、うちの、まあ、僕貧乏だったんで、その
ちっちゃい頃おもちゃ買ってよってお母さんに言っても、いや人は人、うちはうち、うちは金ないんだよっていうことを多分ね1万回はちょっと古代かもしれないですけど、1000回はまあ間違いなく聞いてると思いますね。うち人は人、うちはうちっていう、だそれが結構僕の中でもベースとしてできてる部分があって、関係ないっていうね、僕は僕だし、僕は僕のやり方だし、人は人で関係ないし、人からどう思われよう、人からどう思われようが僕は僕だし、その人の人生じゃなくて僕の人生は僕の人生で楽しみたいし、人が何と言おうと僕が楽しければそれでいいじゃんみたいな、自己中って言えば自己中かもしれないですけど、僕は自己中な生き方でいいと思ってます。自分だって自分が一番大切じゃないですか。自分が楽しめないのに人を楽しませることできなくないですか。僕ね、そのマザーテレサじゃないんで、マザーテレサじゃないですから、自分が楽しくないで人を楽しませることって難しいと思うんですよ。だから自分が 100% で楽しむ、自分が 100% で仕事する、だからその 100% で仕事するから、その 100% が相手に伝わって還元されるだろうし、うん、って感じですかね、はい。もちろん僕も人間なんで、そのなんか疲れたみたいな動画もありますけど、まあ、それもエンターテインメント絡んでる僕の戦略でもあるんですけど、その人間味を出すっていう、疲れたやりたくねえみたいな動画も撮るのも人間味を出すっていう、別にね、そのブランディング的な考えるんだったら動画をアップロードしなきゃいいんですよ。別に動画撮る必要もないし、だから僕のやり方なんですよ、人間味を出していく。なんかこの人なんかこんな動画曲げちゃうのみたいな、それは僕のその戦略の一つですから、はい。まあそんな感じですね、はい。ということで頑張っていきましょう、はい。まずはあの捨てることからですね、はい。捨てるところから始めてみてはいかがでしょうか、はい。あとはアンケートのプレゼントの方も、お配りしますので、ぜひご参考にしてください。トップバズのことも言ってますので、はい。ではありがとうございました。